朝5時過ぎの北京、路上に突然大勢の人だかりが。朝5時です。このように街の一角には大勢の労働者が仕事を求めて集まってきています。交差点の真ん中で行われていたのは日雇い労働の斡旋。仕事を仲介する業者の周りには労働者たちが我先にと群がっています。仕事をもらえた労働者は車に乗せられ建設現場などに向かいます。北京の中心部から車で1時間ほどのこの場所、地方出身の出稼ぎ労働者、農民工が日雇いの仕事を求めて集まるエリアです。街中にはこのように多くの人材派遣会社が店を構えています。店の前にはこちら、短期の仕事で1日260元といった仕事の条件が書かれています。中国の発展を支えてきた農民工、ところがゼロコロナ政策の煽りで景気減速が続き、雇用は悪化の一途をたどっていました。这个只招三个或者两个，啊，多的不招，有个一万多块钱的是吧？现在不招了。午前9時過ぎ、町には仕事にありつけなかった農民工がうなだれるようにして道路に座り込んでいます。山東省から出稼ぎに来ている徐さん、51歳。建設現場や交通整理など日によって仕事はバラバラですが、最近ある変化があったといいます。疫情要是不影响啊，街上年轻的特别多。再有没活的时候，一分也挣不到。ゼロコロナ政策の影響で、若者が多く働いていた飲食店などのサービス業は収益が悪化。閉店に追い込まれた店も少なくありません。2022年6月の若者の失業率は 19.3% と、過去最悪を更新。職を求める若者が増加したため、仕事にありつけない日が増えました。生活費を切り詰めながらギリギリの暮らしを送っています。那时候最多的时候赚过7300，上个月3000多点了。洗澡一年洗一次，有时候上单位去干活，有时候有大米了，还有别的东西人家不要了，背回来。ジョさんが住むこの4畳ほどの部屋の家賃は月額7000円ほど。トイレも風呂もありません。食事はできる限り自炊で出費を抑え、稼いだお金のほとんどを実家で待つ妻と娘に仕送りしています。没那个打算，现在就在这儿，当天和尚撞天钟，这是最底层了，这没想到那么多，赶快盼着这个疫情赶快过去。那您回吧，再见。谢谢。この取材からおよそ半年後。ご覧のように大勢の人たちがですね、白い何も書かれていない紙を掲げて抗議活動を行っています。北京や上海では厳しい行動制限を伴うゼロコロナ政策への大規模な
抗議活動が起きました。有正常思维的人，我们觉得一天测三次、测四次、测五次核酸是不合理的。对于这种暴力的这种对我们进行这种施压，我们要求他们停止一下。我们现在。デモの直後、中国政府はおよそ3年にわたって続けてきたゼロコロナ政策を解除しました。しかし、人々が活動を始めたところ、感染が急拡大。北京の街からは人の姿が消え、路上には郵便物が積み上がったまま放置されるなど、社会機能が麻痺しました。この時期に再び農民工が集まる町へ行ってみると、今日見ても全然人いないじゃん。人いないっす。半年前には人が溢れていたあの交差点に農民工の姿はありません。以前取材したジョさんを訪ねてみると、状況はさらに厳しさを増していました。萧条啊，都让疫情都打的，不知所措。封了都封到二，封到四号。我做核酸做一次测试，我怕我会难坏了，饿了两天。二週間もの間、家から出ることすら許されなかったといいます。封鎖は解除されたものの、感染拡大の影響で仕事の求人はほぼゼロになってしまいました。多くの店が閉まる中、営業を続けていた飲食店に入るジョさん。注文したのは1個1元の肉まん4個。日本円で80円ほどですが、ジョさんにとっては大きな出費です。食材を買っていた店が休業したため、外食もやむを得ないといいます。谈不上聚餐，没必要，挣这点就破钱。封鎖が解除されたばかりのこの日、ジョさんは日雇い仕事を紹介してもらえそうな別の町へと向かいました。到站预报，欢迎使用北京公交 APP。上车的乘客请往里走，去找可能性大。第一天希望不大，就看看吧。现在这个活也少，今天去了都看看运气呗。刚上车的乘客。バスを降りて歩くこと30分。新品都到了，前面人也少，咱们就在这路边上等。在这儿等。哎。この場所で待っていれば、斡旋業者が仕事を紹介してくれることがあるといいます。就在这等，等车一来了又不用抢。哎呦，谁知道啊？反正等到两点前呗。昼食も食べず待つことおよそ1時間。その時、斡旋業者の車かと期待したものの、車は U ターンして去っていきました。さらに待つこと2時間。一向に業者はやってきませんでした。今天这个活也特别少，也不好找，现在没办法了。再坚持一会儿，不行就回家。この日の仕事を諦めて家に帰りました。
味気ないそうめん一杯がこの日の食事です。食後に取り出したのは乾いた葉っぱのようなものと金属製の小さな機械。実はこれ手巻きのタバコを作るためのもの。慣れた手つきでタバコの葉を巻いていきます。两天一盒，十块钱。这一个月不少花钱，这一天抽这个烟，喝不了八毛钱吧？一天八毛钱。これ以上仕事が見つからなければ、唯一の楽しみのタバコもやめざるを得ません。今後の生活についてジョさんは、肯定有担心。咱不又不是国家公务员，一点点弥补呗。没办法，总比不干强啊。回老家那安全，天上也什么也不掉。